こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は3月2日です。今回はここ数日増加傾向にあります大洲市内のコロナ陽性者の状況について最新の数字で説明をいたします。ではこちらのボードをご覧ください。大洲市のコロナ陽性者、この1週間の状況なんですが、今日が新たに20人ということでして、この1週間で合計150人ということになっております。これは直近1週間の人口10万人あたり陽性者数で言いますと 357.15 人となっておりまして、おととい2月28日現在での県平均 125.26 人を大きく上回る数字となっております。ただ愛媛県自体は全国でも47都道府県中43位と陽性者数の数字になっておりますので、数字については冷静な判断が必要だとこのように思います。はい、これがこの1週間の状況なんですが、今日の中村愛媛県知事の会見によりますと、大洲市における20名の陽性者の大半は既存事例からのものであり、家庭内に感染が広がっておる状況であると。ですから新規でどんどん広がっておる状況ではなく、保健所の囲い込みが順調である、そのような見解でした。市民の方からは情報が少ないのではないか、そういうご意見も出ておりますが、今のところは囲い込みが順調であるということをご理解をいただけたらと思います。市民の皆様には引き続き感染拡大へのご協力、手指のこまめな消毒や、また感染リスクの高い行動の自粛、こういったご協力をよろしくお願いいたします。明けない夜はありません。今が踏ん張りどころです。大洲市民とコロナの戦い、なんとかね打ち勝っていきたいと思っております。市民の皆さん頑張りましょう。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。